はい、じゃあ、はい、じゃあ皆さん起立。で、よろしくお願いします。客席。はい、それでは、いよいよ最後の、講義、公務員先生、わざわざ日本から来ていただきましたけれども、ご紹介は、はい、お願いします。小栗山でございます。おはようございます。皆様お疲れ様でございました。意外に日焼けをしていらっしゃらないのでお酒焼けをしてらっしゃる方がここにいらっしゃいますけれどもこちらにおかけの方は高文雄先生黄色い文章の文オス高尾の尾ですね高文雄高文雄先生です。それで簡単にご紹介いたします。先生は今年は73歳、もう24歳の時から日本にいらっしゃって留学にいらっしゃいました。ですからもうそろそろ半世紀日本に住んでおられるんですね。それで最初に、早稲田の方に早稲田大学に留学されて、その後は明治大学の大学院の方に行かれて、今はですね、いわゆる評論家、台湾の評論家、経済史の研究者で、専攻は西洋経済史、それから今拓殖大学の教授でおられます。それから試験回復を目指す会の顧問、世界戦略総合研究所の評議員となっておられます。先生、足りないとこありますか？友の会、日本離島期友の会の副会長でもいらっしゃいます。それで今回はですね、相当伊藤木先生が金曜日まで病院も出られないので、だいぶ熱は下がりまして、だけど半分の肺の方がまだちゃんと良くなっていないので、しっかり選挙に向けてあれのために金曜日までもう病院にいらっしゃることがありましたので、それで急遽お忙しい高先生にお願いしていらっしゃっていただきました。それで今日はですね、伊藤木先生のたっての願いで、先生が今書かれておられる、暫定的な署名の名前ですけれども、本の名前ですが、書かれた伊藤木の世界、こんな厚い本になると思うんですが、その中のそのいわゆる伊藤木の死生観というのを中心にお話しいただきたいと思います。それにプラス、台湾の心の面の旅というか、いろいろ面白いお話が伺えると信じております。それでは皆様拍手で。肩まま でさせていただきます。おはようございます。皆さん、ですね、金曜日かな、急に、木曜日から電話があって、で私は金曜日の午前中で10時前にですね、旅行者の方でチケット予約した予約したところで大丈夫というふうに、ですぐそのままうちから出てですね、カバン持ってで飛んできたんですね。で昨日お昼、伊藤木閣下の方にお見舞い行きまして、顔見たらね、結構ね、良くなかったというような気がするんだけども、点滴やってるんですね。じゃあ、本日の話はね、実はずっと前から約ここ10年前ですね、時たま伊藤木閣下の方といろいろと話、私はほとんど政治的な話は今まではね、あんまりしなかったんですね。で、大体彼と話しする場合は、主に思想と精神と哲学の問題と歴史問題で、で、それをまとめて、いろいろとね、考えながら、整理しながら、最終的に本来ならば4月の方で、彼の今まで誰も書かなかった精神世界ですね。つまり、今までの本に出てるような伊藤家ではなくてね、彼が一体何を考えていて、これからどういうことをしたいかっていうことをね、誰も触れてないところを、
まあ、どちらかというとね、本日は本邦初公開というかというような形で、彼の精神世界についてお話を、させていただきます。でもう一つはですね、皆様が私がスケジュールを見ましたら、7日ですね、先週の土曜日、私がまだ東京にいたんですね、先週の土曜日から一部が何だから、もう一部が羽田、多分、ね、羽田空港からと思いますが、で防空群島まで回ってきたんですね。で実際はね、私台湾人でありながらまだですね、防空群島行ったことはないですね。羨ましい、羨ましいです。で多分ね、あっちこっちで台湾の、歴史古跡と、例えばお山とダムの方とかいろいろところを見学してきたんだけども、で皆様が見てきたのはもう主に台湾の目の見えるものは目に目の見えるものをみんな見てきたと思いますが、そして見えないところはどういうところかというと心なんですね。心だから台湾人の心っていうのは一体どういうようなものであるかということで、でその件に関してはね、私が全て台湾人というよりも、李登輝一人の、かつて台湾経験者ですね、これ西田哲学で言えば台湾経験ですね、純粋経験というような、経験の中から台湾とは何ぞやっていうことに関して心からこれを探ってみようかと思います。でまずですね、話が入る前に私がね、多分李登輝についてはこう一体どういうような人間であるかということについてはね、まず5つの、分野の方から探ってみないとその現代像をつかめないんじゃないと思うんですよ。一つは我がって言ったんで、我の定義から、もう一つは姿勢感で、もう一つはバーって言ったんで、哲学的言葉で言えばポトスですね。このポトスっていうのはね、あんまり頼りにあんまり考えてないんですよ。日本の方は結構こう一般の日常生活の中でもよく使っている言葉なんです。だから多分ね、哲学についてはカントとかね、昔からの、プラトンとかアリストテレスよりも日本人は詳しいんじゃないかと、私とそういうふうに思います。でもう一つはね、超越ということで、これは李登輝先生がよく口にするような言葉でね、多分大体先天の方々ならば、いわゆるマルクス主義的なこうアウヘリンですね、死をという言葉をよく使うんだけども、じゃあどういうふうに、例えば問題難題直面している場合はどういうふうにこれをクリアするかということの超越という問題も、でもう一つ多分ね、皆様が一番興味持っている李登輝先生の、歴史観についてね、例えば日本についてどういうふうに考えているとか、台湾の、とか中国とかいろんな世界史的な彼はどういうことを考えていくかということに対して、ごめんなさい、時間があっちの方、私が1時間でよろしいでしょうか。はい、そうすると、1時までです。あ、違う、1時15分まで。15分まで、はい、あ、そう、じゃあ時間見ながら話させてください。で台湾を理解する前に、あるいは李登輝先生を理解する前は、多分です、私が皆様に一つ問題提起したいのは、やっぱ台湾人の価値観と日本人の価値観が共通のところは結構多いんだけども、違うところもございます。そしてもう一つは日本から見た台湾と台湾から見た日本が若干違うんです。で具体的に言えばですね、大体どういうところが違うかと言いますと、例えばね、一例として日本人があれでしょう、過去の日本人、今の日本人というよりも過去の日本人は大概義理人情について、昔としてはね、例えば江戸時代に限らず、多分戦前までが非常にね、義理人情に関してかなり高く評価されているんですね。で台湾も同じように、台湾は義理人情という言葉は言わないで、人情義理っていうんですね。うち母がよく人前義理ということを言ってるんだけど、台湾語、うちの母も大体日本語を日常的にうちの中でも日本語を使ってるんだけども、大体共通のところなんですよ。例えば義理人情のところも同じだけれども、どういうところが違うかと言いますとね、
例えば皆様がね、もし聖徳太子の時代の日本人の持っている徳目ですね、道徳的一つの、いわゆる徳目、例えば中国的な言葉としては、仁義礼智信というようないわゆる、五人とか五条という言葉があるんですね。しかしね、これはあくまで中国的な価値観であって、中国的な道徳的な考えで、で一旦日本に入ってきたらどういうふうに変わってきてしまったかといいますと、聖徳太子がね、その上の仁という言葉はいらないなんですね。それを代わりに和という言葉に変えて、だから日本というのは和の国だから、だから、仁義礼智信から和義礼智信というふうに変わって しまったんですね。で、なぜそういうふうに変わってしまったかといいますと、やっぱり中国というのはね、純粋の儒教からですね、儒教の影響というのはここ2000数十年代、数百年代ですね、かなり強い影響があったんだけども、日本人の場合はやっぱり仁義っていうのはね、どうしても日本の風土に合わないんですよ。なぜかと言いますと、仁義というのは非常に抽象的な言葉で、例えば孔子様ですね、教祖である孔子様でさえでも学生の方から先生仁とどういう意味ですか聞かれても、ああ言ったりこう言ったり答えられないですよ。だから要するに仁という言葉はこう概念規定はできなかったんですね、孔子にさえでも。でそれに限らずですね、大体仁というのは中国のああいう学者が、2000年以上にわたって論争していて、仁とは何ぞどうやということを論争していてもね、今でも仁というのはどういう意味かというのは概念規定がわからないですよ。だからドローの言ってる議員と警察の言ってる議員が違うということが一つの結論だけであって、だから仁義だけではなくて、ね、仁という言葉について、例えばイギリスの、ね、思想家やるムア、ムアのこう言わせるとね、仁っていうのはね、こうなんていうか、仁っていうのは概念規定はできないと、仁というのは一体どういうふうに言えばいいかというのは規定できない、そしてこれは無理やりにこう概念規定するのは、定義するのは、要するに定義ですね、そういうふうに無理やり定義するのは大きな間違いだというようなね、だからそういうところが日本は中国に比べるとむしろですね、非常にこう現実的な場を見ながら思考しながら、精神面でもね、中国以上は上行ってるんですよ。だから日本は全体的からこう言えばですね、日本が儒教化とは全く違ってね、例えば中国と韓国はね、韓国朝鮮、これは純粋な自国家ですね。で例えばソーラーのあれでしょ、津田宗吉の話によれば、日本っていうのは自国国家ではないでしょ。だから今まではね、こう学者たちが定義している日本も中国も朝鮮も含めて自国文化圏に入れてるんだけどね、津田宗吉の方は全く違うと、日本というのは儒教国家ではなくて仏教国家ですね。これは日本の一つと社会の全般的思想を知るというのは、で話になると長くなりますが、実際ですね、日本の当時が運が良かったのはどういうことかと言いますとね、ちょうど漢の末期から三国志演義、皆様ご存知ですね、三国志演義の時代ですね、三国時代を通じて、いわゆる維新南北朝という時代があって、約400年間中国天下太平の時代だったんです。時代が中国はもうすでにね、儒教はほとんど中国の世界から消えてしまって、中国の世界だけでは当時はね、東アジアの世界は全て仏教化だったんですよ。例えば朝鮮の場合でもね、新羅でもそうだし、国領もそうだし、そして中国の、ね、南北朝の全ての国々は全て仏教国家で、だから非常に軽快な仏教国家だから、入ってきたのは儒教は入ってこなかったんですね。だから実際日本に入ってきたのは仏教だから、でだから日本は仏教国家になったらこれ幸せですよ。実際に中国の、儒教が日本に入ってきたのはいつ頃かといいますと江戸時代なんですね。だから皆さんもしその方面に興味が、ありましたら、ぜひですね、江戸儒学のあれを勉強した方がいいんじゃないか。ただね、日本は私は非常に幸運に恵まれたというのは、江戸時代さえでもね、徳川 の政府、つまり徳川の幕府体制が
一つのこう封建国家を作ったんだけども、で実際ですね、当時は思想は非常に自由だったでしょ。なぜ自由だったかと言いますと、あの当時の日本は、ね、朱子学というのは一応国学だけども、で日本は当時国学だけじゃなくて、あのと思想面ですね、要するに人間の精神面では、あるいはの、心世界の中には儒教が、儒教以外にも仏教が残ってたんですよ。仏教もあるし、そして神道もあった。そしてあの大体江戸時代の方から国学、皆様ご承知のようにね、あの国学の大成績、あるいはね国学があの流行し始めたらやっぱし江戸時代の中期からです。でそれだけですあの非常に中国側の禁止されてる、あの要するに中国側の朱子学、大体のモンゴル人の時代が朱子学があの正式に採用されて国学として採用されてして、で日本も帰ってきたんだけども、で中国は当時があの明の時代に入ると陽明学は禁止してたんですよ。だから実際ですね、陽明学っていうのは日本から中国に逆にしたものなんですね。で当時江戸時代にも陽明学があって、で陽明学と朱子学ってどういうような学かといいますとね、あの皆さんはもしですね、徹底的にあの朱子学と陽明学をあのこう読んでみたら、あれは一種のね、一滴を蔑視するね、要するにね、あの、まあ、今で言うと何て言うか民族差別的な一種 の, こうあの虐殺の哲学なんですね。排他的な、哲学だから、その点ではね、あの日本の陽明学の考えは全く違う。だから江戸時代の場合は陽明学も あるし、まあ、あの私さっきあの、取り上げたような、ね、仏教も道教も陽明学もあって、そしてまた大学もあるんですね。西洋的なあの長崎 の, あの出島の方から入ってきたいわゆる実学西洋的にずっとあったから、だから皆さんはね、もしあの江戸時代のこずっとでですね、あの客観的に見れば、実際江戸時代というのはどちらかと言いますとね、あの今のねアメリカが諸国の体制に近いようなあの、政治的、システムだし、であの思想面では非常に自由なんですよ。だから日本の近代化っていうのはね、ただ西洋のただマネーではなくて、それなりの歴史背景があって、この江戸300年の間の歴史的なあるいは社会的背景があって、それは私ね、ちょっと時間を見ながらもうちょっと詳しく説明したいんだけども、まあ何となくですね、あの早口しない早口になるとなかなか聞取れないんだけども、であのまあ大体そういうようなね、日本と台湾、まあ、あるいは中国がこうあの、それぞれのね、あの例えば民族的な国家的ないろんなこう思想的な立場から見ればいろんな違いがあるんだけども、であの最もですね、台湾から見た、あの、あの例えば台湾から見た、日本の場合はですね、一番こうあの、違うとはどういうところかと言いますとね、多分ね、その点っていうのはあまり取り上げてないでしょ。例えばあの日本はね、確かに、こう非常にね、あの強い宗教意識がないんだけども、日本人なんですね。あとは私もうちょっと説明したいんだけども、強い宗教、あの要するに強い宗教意識はそんなにもあの私言ってる宗教意識というのは、例えばイスラム教とかキリスト教、ああいう神教的なね、あるいはユダヤ教という神的なあの、宗教意識がないんだけども、しかしですね、非常にこう柔軟性が強いですね、あの過去の日本人というのは。そして台湾のね、日本以上にもっとね宗教あの意識がないから、どちらかと言いますとね、世俗化した民族なんですよ。非常に世俗化、つまり信仰心が非常に薄い。だから信仰心が薄いために、あのあれですよね、カルト集団がこう非常にね多いなんですね。これがね多分、日本と違うところで、例えば日本はね、総合学会はカルトとは言えないんだけども、あの台湾はね、あの、自治体というような仏教団体があってね、あれ人数どのぐらいかと言いますと400万人でした。台湾人口で、ね、5人に1人ぐらいのあれほど強いこうなんていうか、宗教のグループがあの、持っている。日本はね、例えば創価学会でもね、あの、立教厚生会の方でも、あるいは他の諸団体見るとね、せいぜい1000万人いるかいないかぐらいなんですね。だから台湾はね、非常に静かした民族っていう点が皆様が、そこを分かればいいと思います。だから静か民族っていうのはね、信仰心がないでしょ。信仰心がないと彼らの持っているあの、価値観ってどういうものかと言いますとね、
この点に関しては皆様興味があれば今日は、ね、ちょっとそこまでのこう話を触れる時間ないんだけども、まあ大体私約10年間にわたってですね、私は大学の日本文化っていう機関誌の方で約5年をかけて日本人の価値観についてずっとこう5年間に書いてきたんで、多分の本にすると2冊分ぐらいあるから今にはあんまり興味持ってないんですけど、要するに日本の価値観みたいな日本人の考え精神世界と思想世界一体どういうことを考えてるかっていうようなね、で最近の5年にわたってですね、要するに日本人の心について私ずっとこう日本人の心を探ってきたんですね。で日本が案外とね予想外にその心の世界とは非常に豊かなんですね。で一体どういうところが違うとね、台湾は非常に思想的だから、で思想的人間の価値観というのは思想的人間って何を頼ってこう生活するかと言いますと、まずね政治的権力政治的な最高価値の今権力なんですね。だから権力と経済的価値といえばお金なんですよ。だから常に人間を見る場合と、あるいは相手を評価する場合は常にこの人の持っている権力と、その人の持っているお金を人を見る目が非常にと一般的なんですね。そういうところはね一つの大きな特徴で、で日本の場合はちょっと違うので、私は問題的ちょっと問題的長すぎるんかな、問題的の方でちょっとこう取り上げたんだけど、日本はね一応内容的にはね、例えば道徳界の方でもこういう考えられるでしょう。例えばですね私が一回最初はね私が1990年まで台湾に帰れてなかったんですよ。あと離島期学科のこう、入手化のおかげでやっぱこう台湾に帰れるようになったんで、約海外の方で30年近く亡命生活してきたんですけども、で大体ですね私台湾帰ったらすぐ当時の、台湾文壇のね非常に有名な方で、多分皆様が著書を読んだこともあるんですけど、峰口文の書いた坊やさんですね、私が彼といろいろこう道徳の話をこう論じたんですよ。で例えば私が彼にこう突き詰めて、自分はそういうような道徳感が持ってるかっていうのはね、彼はないねって言ったら、どういう話かって、例えば伊達政宗の、ね、過去の中に出てる、つまり彼が自分のね、杖の世代の方に、次の世代の方にどういうふうに、教えたいかと言います。つまり仁、中国が一番大事にする仁義の仁ですね。つまり仁を超えればどういう結果になるか、打弱になるんですよ。要するに仁を超えてはいけない、ほろほろいいだと、仁を超えれば打になると、そして義を超えれば硬くなる、頑固になるんですよ。義というのはね、こう強すぎると頑固になるんですよ。で、義はね、つまり義というのは勇士の義ですね。義を超えれば何になるかというと、暴力になるので暴になると。まあ、そういうような、つまりアンチテージですね。思想テージとか哲学的の言葉で今アンチテージ。そのアンチテージって自己義がないなんですよ。だから自己義っていうのはあくまで一方的なんですね。で、非常に面白いのは、皆様はね、もし興味があれば、多分ね、戦前なら図書館が残ってるんだけど、戦後はそういう本がないんだと思うんです。台湾の方はね、大体中国語の翻訳で、2種類があるんですよ。アメリカの宣教師である、アーサー・スミさんが中国の方で、30何年間ぐらい宣教活動をこう、キリスト教の宣教活動をずっとやってもね、彼は30年間にこうずっと中国語を回りながら、探しながらでですね、いろんな中国の民族性についてもう大体26項目かな書いたんだけども、で彼が中国の方にねいくら探しても出てこなかったのね、良心ということなんです。要するに中国人というのは良心がないなんですね。彼の最大の発見というのはこれがね皆様が一つの民族とか一つの社会をこう眺める場合は、その社会一番大きな種類というのはどういうものにあるか、そこからやっぱり見なければないんじゃないかと、そういうふうに思います。そしてアーサー・スミスが中国人には良心がなかったというような発見というのは、私が、ね、ずっとこう考えながら、
で、大体信仰人というのは彼があるでしょ、クリスチャンだから宗教というものはね、やっぱり心から出てきたものだから、こう心の一種の宗教的な、ね、受け皿がないと人間いくら道徳教育もダメなんですよ。だから認めいなそうのね、皆さんが多分認めいなそうのね、無償という本を、多分ね、いろんな経験がある方多いと思いますが、彼の一番元の方からね、なぜ武士道について書いたかというね、要するにこのベルギーのね、法学者、ダーレイという有名な法学者から聞かれた、君たち日本人が宗教教育がないのになぜ道徳教育が可能かというように聞かれた、彼がね、もう答えようもない中、結局武士道について書いたというわけです。で、私もね、なぜ中国人は良心がなくなったかっていうとね、儒教の音っていうのは、ね、一種の外的強制なんです。外からずっとこう強制してるだから、で、大体外から人間のね、お前こうやろう、こうしろっていうのはね、反発するというよりもね、大体道徳教育はね、問題点ってどういう問題かと言いますと、道徳教育が外から強制すると人間どういうふうに変わってしまうのかと。偽善者なるか、独善者なるというしかないんですよ。だから道徳教育はね、恐ろしさというのは濃くないんですよ。だから道徳教育はね、お前こうやれこうやれ、人人誰聞いたれっていうのは強くね、言い過ぎると結構どういう結果になるとね、偽善者と独善者の人間しか作れということが、これ、ね、私はまだあくまで一種の仮説だけども、だから宗教と倫理との関係ですね。つまりね、宗教西洋人の考えというのはね、大体倫理道徳というのは宗教のこう下なんですね、下、レベルというのは下だから。で、実際ですね、道と徳は違うんですよ。道というものは公的なものだけど、徳というものは私的なものなんですね。だからそういうところから皆様ですね、日本人の立場が頼るのを見る場合は、どういうところで見なければならないとか、で、例えば台湾から日本を見る場合はどういうふうに見ればいいかっていうのはね、多分今度の、講義の中でそういう話出てきたかどうか知りませんが、多分女性会がよく言ってることだけどもね、最近の統計を見ますと、台湾で一番ですね、住みたい国、観光したいだけじゃない、住みたい国の日本がトップになっちゃったんですね。そういうような、だから日本はやっぱし台湾から、見ればですね、帝国みたいなようなところで、そういう名もございます。そして日本から見た場合、日本人というのは一体どういうものを一つの最高の価値として考えているかと言いますと、日本人が中国は、一般的に言われるとね、中国は善ということを最高の価値として、要するに道徳だけどもね、で、西洋人伝が真ですね、科学技術の真、真実の真、この真っていう言葉もね、昔の真とね、こう古神道の方はよう強調しているような言葉ですよ。マホと、いわゆるマホとの言葉ですよね。で、日本人が何を最高の価値かと言いますと、日本人のね、道徳よりも日本人がそれ以上に上回る価値っていうのは B なんですよ、 B。 だから B についてはね、私もいろいろこう分析してきたんだけども、だから実際ですね、 B の B の価値っていうのはね、道徳を超えてるんですね。だからその点が仮に道徳教育をする場合は、それ以上に昔のね、日本伝統文化の中がいわゆる道徳を超えるものはいっぱいあるんじゃないかと、私が本を書いたことあるんだけど、まだ出してない、出版社はこういうものは売れないんじゃないか、今さら道徳の話するとね、みんな興味ないよって言うんだよね。で、実際ですね、我々の精神世界はそういうところをもっとですね、見なければならないんじゃないかと、そういうふうに思います。それで日本人と台湾人と中国人も含めてですね、大体物の見方と考え方、そして価値観についてそこまで違うだから、で台湾について例えば李登輝像ですね、李登輝先生が一体彼の精神面では一体どういうことを考えて、どういうところから見ればいいかということに関して、私が
一番最初に提起してやるのは我が彼らの、よくこう彼女皆様がよくあの、耳にするような彼の、最近確かにねここ4、5年ぐらいかなあの、よくあの私でない私という言葉を使ってるんですね。多分皆様の中で私説明する前にねあのゆっくり考えながらこの言葉を理解してる方は何人くらいいるかっていうの、ね、私でない私というようなところつまりねこう捨ててこう超越できるような考え方っていうのはこれリトンキーは最近よく言う言葉で私一番最初ですね、リトンキー先生のこの言葉が初めて私が耳にしたのはいつ頃かって言います。約5、6年前かな台湾の哲学会 の、 あの、総会の時で彼が到来してで話したんですよ。そしてその当時あの哲学者っていうのは、ね、みんなうるさいだから簡単からあの学校ドンしてたんだけども、で私もねあのゆっくりこの5、6年っていうのは私ない私を考えながら一体あの私が私とどういうような私かということで、ここであの、5点を取り上げながら、皆さんと一緒に考えようかなと思ってね。まずあの、最初がまあ、私は個人の経験なんですけど、実は私があの、66年なのかな、あの約47年前が私出身というのはあの私はあの本来は学者ではなくてね、あの運動家だったんですよ。あの、前科店 の、 こうあの委員長を務めたこともあるし、で実際あのこう、物書きの出身なんですね。あのでまあ、そういうようなあの、まあ、本人の経験から私、ずっとですね、あの運動を通じてつまりあのこう周りの運動視野を通じてで多分ねこの発見というのはね私があの一番強調して発見です。私が、見た人間のねあのビエビエっていうかな人間の心っていうのはね2種類があって面白いですよ。皆様が あのもしです、ね、会社の中でもいいしあるいはいろんな団体活動をやる場合はね人間っていうのはねどうにもならない場合はねもうどうしても2種類の人間あるんですよ。1種類っていうのはガーが強すぎてね、つまりもう何をかんでもこうあの俺俺っていうような主張が強すぎて、そうするとね他の意見は全部こうあのこう聞かないでもう数件がするような人間があるんですよ。そういう人間っていうのはね基礎タイプで、私はあの言う言いがって言ってねあの毒がとつまりあの俺中心のねこういう人間っていうのはねまあ大型の多いのかな地獄人が結構多いんですね。あの、俺しか考えてない、だから俺と意見違う場合は数件があるんですよ。私ねあのこう一番ねびっくりしたのは私があのそういう強い人間だったらひょっとしたら二人で、ね、力を合わせればもっといい運動できるかなと思ったら紹介したらその場合数件喧嘩するんですね。あのまあそういう経験があります。だからねそれはね多分どうしようもないんですね。が強すぎるとであの多分ねあの最近の東日本の、大地震であの石田の発言に関してあのこう、問題になったんだけどね、つまりあの日本人がガシは強すぎだから今度の大地震の大地震はあの日本人にあの、まあ、全てのガシをあの洗い清めてですねいいんじゃないかというような発言したんだ。まあ確かに、物議を醸してたんだけども、まあ、ある方はね、私はあと非常にね、あのなんていうかな、あの非常に弟子の方から、ね、いや、石原知事はちょっと言葉強すぎる、彼の友人からですよ、彼がもうちょっとね、あれってあの、なんていうか、彼があの天罰でいう発言したんですね。天罰なんで天のイサメだというふうにやらせればいいじゃないかっていうような意見もございます。だから発言ってやっぱり政治家の発言ってなんだよ、いろんな問題があるからあの皆様の中で特に社長のは要注意なんですねあのまあ非常にきつい言葉は自分が発言するやつ他の人に発言させればいいんじゃないかと思うので、まあそういうことはねまあそういうことをあの、いつもするわけにはいかないし、そしてもう一種類の人間っていうのはね、こういうので、あのオーバーする人間もあの私の経験の中で、いる中でも何人かいるんですよ。つまりね、こう我を忘れてしまうんですね。無我、無我、無常の人間っていうのはね、もう一生懸命全ての財産の、こう全ての家族を全ての
力をこうかけてですね、命がけの方でやってる。私こういうタイプの人間というのは、無我とかね、あるいは忘却の忘我とか、まあ、というような、方に、まあ、そういう二種類を分類しながら、どっちのがいいかっていうとね、まあまあ、人間そういうのは個性あるだから、尾藤先生が言ってるようにね、私ではない私のようなそこまでの境地に達するのは多分ね、これは一つ課題として、我々がそこまでをね、こう探りながら勉強しなければならないんだと、そういうふうに思います。それで多分皆様が小学生の時代か中学生の時代からのそういう学校の方で非常に有名な言葉だけどね、我思うゆえに我ありっていうのはデカルの言葉あるんだけど、この言葉をめぐってですね、例えば我々のやってる哲学の分野の方でもうかなり論争があってね、毒はどうだと、毒が、つまり他がと毒がっていうのは自分のがと他人のがっていうのは、もういろんなこうがの論理があって、これね、こういうようなデカルトの言葉っていうのは実はデカルトの時代からじゃなくて、もうすでに昔ね、こうスコラテスの時代からプラトンとかアリストテレスとカントンでずっとね、そのがについて、だから哲学っていうのはどういうものかっていうのは、つまりがを探るようなものが哲学です。で、ガーとは何ぞやっていうのはね、哲学者でなくても我々はやっぱり日常生活の中でやっぱり探りながらガーをね、どうすればいいか、仏教あれでしょ、有名なお坊さんたちがガーを捨てるようなね、あるいは禅師たちが禅ね、打禅の禅が、あそこまで彼らが言ってる悟りの世界からガーをどうすればいいかっていうことに関して、そこまで知らんでもいいんだけども、やっぱりガーについては常に考えながら、その周りの人間といかにしてその子は世界を突っ切れていけばっていう中で日本的考えなんですね。で、強調しすぎるとやっぱし毒ガードになってしまうから、ここも困るんですね。だからそういうところの調整がやっぱり我々が人の団体である以上っていうのはね、これは調整しなきゃいけないです。そして離島先生のね、そのガーの、ガーっていうのは我の歩みと里について、まあ多分我々の世代よりも早かったんでしょう。ごめんなさい、私ですね、最近出版社に頼まれて地震関係のねことで、今日は最終講習日なんですね、特番の方から、多分今月は出る予定だと思う。で、頼まれてですね、特番の西洋人が、ザビエル時代が500年前からずっとね、明治時代に至るまで、あるいは今日に至るまで、西洋人が、見た日本に関して、約500人ぐらいかな、それ以上かもしれないんですね、ずっと10年前から探りながら、日本人っていうのはね、我々の考えているように昔からかなり早熟してるんですね。だからその当時の西洋人から見た日本人、例えばモースの方からもケンペルの方からもね、彼らのこう日本の教育というのは昔ね、江戸時代の日本人というのは大体7歳ぐらいの日本人というのは、その、成熟度は西洋人の50歳ぐらいの成熟度なんですよ。だから日本の近代化ってそんな簡単ではないですよね。だから西洋人の当時の、見た人日本人がいっぱいがあるんで、私ね、これね、多分ね、200ページ超えないんだけどもね、こうずっとね、作ってきたんだけども、西洋人から見た日本人っていうのはね、我々が戦後ですね、こう教科書もなかったし、そして誰もね、教えてくれることがもういっぱいあるようなね、西洋人の日本に関する憲法学とかいろんなこう話があるんだけどね。で、考えるとね、予想外に先天の人間っていうのは成熟が早かったんですよ。例えば私はなぜね、李登輝の我の歩みと悟りについて、取り上げたいかっていうとね、今の日本のね、多分我々は今のね、皆さんの中で学校関係者も、いると思いますが、
大体あの今の高校生っていうのはちっちゃくないでしょ。で伊藤木の時代のね九州高校っていうのはねもう高校時代からこうあの、哲学やりはあの始めたんですよね。で私が去年じゃなくて一昨年からこうあの伊藤木先生とねあの、我についていろいろとこうあのこう探ってみたんですね。それで、ね、あの、彼の方からいろいろ話聞いてあの彼らの世界っていうのは、ね、あの私後でこう見ましたら伊藤木先生に限らずですね彼と同じ、こう学年の方例えばの、当時があの旧制高校でしたであの時代もすでに哲学があったんですよ高校生哲学を やりましたで当時ねあの、伊藤木本人の話ではもうすでにねあのお兄さんと一緒にあの何をやっていたかとか鈴木 大先生のジェルとかあるいはですねいろんなこう哲学をやってたんですよね。あので死生観もね、こうもっと中学の時代からこう考え始めたんですね。生徒は何ぞや死とは何ぞや、あれと昔の人間っていうのは早いですね、と思ったんだ。で、あの今の人間っていうのはね、我々のような年、70を超えるような年ないとね、死とは何ぞや、生徒は何ぞや、そんなに考えないと思うんだけど、まあ、あの比較的早いのはね、まあ、若い世代から悩みながらですね、あの死とは何ぞや、生徒は何ぞや、考えてる人間はいるかもしれないんだけどね。で昔の人間があると、早かったんですよ。だからあの伊藤木先生ずっとですねあの中学生の時代の体験からあの戦前から戦後にわたってそして相当になってから個人のねあのその指導者としての心の中からあの、我々とどういうものであるかとで我々はどういうものであるかと考えながらその到達したあの結論としてはあの私でない私っていうようなことでそれはどう読解するかっていうのはね私今日はねあの結論なさられて皆様一つの課題としてですね私が、ね、私とはどういう風ような私であるっていうのは一つの課題としてあの皆様がゆっくり考えた方がいいんだけどそういうのがそれであのそれに関連しながら例えば皆様の中であの、私 の推測が想像では多分半分以上があの、伊藤杉先生の書いたあの後ろ変えないようなことがあるんだけどで実は私はあの大体武士の関係の本はねもうほとんどあの古典にしろあるいはあれですね私の本の中にもいっぱい武士についてこう書いていますが私もかなり興味があってですねで伊藤木先生の書いた武士の本とあの水戸稲造の書いた武士の本と他の方の、書いた本がどういうところが違うかと言いますので皆さんがちょっとこういうところをね伊藤木先生の強調している武士道彼がどういうふうに解体しているかといいますと、彼は死それはあの私の死よりも公公の公を強調しているんですね。だそういうところで皆さんがもしあの、読み直す場合は、ね、その武士道彼の中で彼はなぜあれほど公を強調する公を強調しているかというと、ね、今までの武士道とはちょっと違うんですね。大体後ろというのは潔さとかあるいはあの、赤くれてたように死と、見つけたりとかいろいろとねあの教授しているのは彼はむしろあの死というのは私の死よりも親の子を教授する。でなぜかと言いますとやっぱしねあのこう一人の政治家としての体験から一種 の西田哲学にいらっしゃるとねあの、西田哲学にいらっしゃるとあの純粋理性的経験なんですね、まあ、そういうところからあの、その私ではない私を理解する場合は武士道変えない中で特にあのこうなんていうかあの、その意味を見ればいいからその公公のところを見れば、まあ、大体 ある程度は私でない私というようなあの考えを理解できるんじゃないかそういうのこれ一つのねあの私ない私を理解する場合はその後ろ階段の中からあのこの公の強調するところを皆さん読んでみた方がいいんじゃないかとそれを強調したい。でその次はですねあのちょっと時間見ますとあんまり時間ないのであのちょっと話が長すぎると申し訳ないです。であの死生観に関して伊藤先生の死生観というのはやっぱりあのあんまりとねあの昔の人間では操縦だからあの彼が死と生をあの考え始めたので決まっていないからですね。なぜあんな早いというのは、ね、あの不思議な思いだと、まあ、
まあ、我々のこう現代人というのは結構ね、こう遅いんだけども、まあ、そういうところでね、やっぱり昔の人間というのはね、彼に限らず、あの時代の人間というのは、ちょっと聞いてみたら、やっぱりあの時代、ね、あの時代かな、やっぱり本当の人生というのはね、生と死を考えるからスタートするんですよ。だから関東に限らず、大体西洋哲学者の中で皆さんの興味があればね、こう死と生の方が日本はものすごく多いんですよ。図書館でね、行ってですね、生と死のこう、こうキーワードを入れたら、大体うちの田舎の方でね、私ね、茨城県のね、牛久の方に住んでるんだけどね、こうちょっと入れたらね、数百件があるんですね。だ本がものすごいあるんですよ。興味があればね、死とは何ぞや、生とは何ぞや、あるいは我々の手塚も結構多いんですね。だそれをこう、よくね、言いますとね、日本人というのはね、台湾人と違って、台湾人はね、一つのタブーとしてあんまり死というのは言わないんですね。そういうタブーというのは日本人は案外とね、これが大体哲学ってどういうものであるかというのは、死を考えるというのは一つの哲学のスタートなんですね。で、関東にいらっしゃると、大体文明の文化というのはね、こう死の考えから生まれたものなんです。で、宗教というものはね、宗教の課題というのはね、どういうものを課題にしているかというね、つまり死を問いかけるんですよ。死とは何ぞやということをね、そういうような死の考えがない限りは、真剣のね、人生が歩めないんですね。つまり死が、私いっぱい書いてあるので、今日はあまり、詳しいことを返して、これをあれする時間ないんだけども、それでこう例えばね、私が確かね、前になんか道徳倫理関係の雑誌の方で頼まれて、なんか20周年30周年頼まれて、私頼まれたらね、中国人の生と死についての考え方があるんですよ。日本人と比較しながら違うと、生と死で読者の方からね、こう先生なぜ中国人だけがね、閻魔大王が多いかと、18名あるんですよ。日本の地獄入るとね、閻魔は1人だけですよ。閻魔大王は1人だけ、中国人が18名もあるんですよ。なぜ中国人だけが閻魔大王が多いかとね、私が答えられないから、ただ一つ答えられるのはね、悪人が多いだから閻魔大王が多いだっていう答えしかできないです。まあこういうような地獄の考えも、実際中国人というのはね、仏教が入ってから初めて地獄とは何かというのを考えているんですね。で、日本がね、もうすでに神話の時代ですね、こう神話の時代から日本人の世界観については、天上の世界と、地上の世界以外には根の国とかね、いろんな地下の世界もあって、だからイザナミのね、イザナギの物語が皆様がこう学校の教育であったようにですね、こう昔からそういう地獄についての構想があったら、中国が泣けたんですね。で、中国と日本の、ね、基本的な考えはどういうところが違うかというと、仏教というのは輪廻転生というのはそういう考えあるんですよね。基礎教というのは不可思議考えある。しかしですね、中国というのは死にたくないんですよ。中国人というのは一番遅れの民族が死にたくないから、求めてるのはね、どういうこと、例えばこう他のね、道教になっても、例えば孔子様の場合は生さえ知らず幾分ぞ死親っていうような夢のことがあるんですよ。つまりね、生さえでもね、いくら考えても考えつかないなのに、なぜ死まで考えるというのは、で実際ですね、西洋の例えばソクラテスの時代からずっとですね、西洋哲学の中で特に実用主義ですね、皆様ご存知のようにハイデガーの方とかキルケゴールとかサルトルの彼らがやっぱり実用主義なんだよ。我を考えながら死とは何ぞやこう考える、いろんなね、面白いことがいっぱいあるんだけど、まあ、そういうような考えが仏教の方はね、もっとね、大体キリスト教の世界っていうのはそんなに真剣に、ね、死後の世界を考えてないんだけど、仏教の場合はすごいこう死後の世界をこう考えてるんですね。仏教の場合だからね、実際ですね、未来世界をこう輪廻転生から考えてるのは仏教の方だけども、まあ、そういうような考えに関しては多分これね、宗教としては
仏教は一番死の世界ですね。で、考えてるのは中国だから、例えば、例えばですね、道教の場合は死じゃなくて霊世界ですよ。だからの道教の人ってのは死に世になる、仙人になる、死に。仙人なんですね、こう不動長寿としか考えてないから。それで、まあ、大体私生活に関しては、日本人と中国人は、ちょっと簡単なんですよ、台湾人もそうだけどね、死をタブーとして、例えばホテルの方でもね、例えば皆様がホテル泊まる場合でも、ホテルの前はね、死という番号はあんまりこうタブーだから、特に運の悪い人間だったらね、もらったら、怒る場合があって、日本に来てですね、友人だけども、とんでもないと。会話って絶対ありえないんですよ。もらったこう、キーもらったら、シーシーシーなんですよ。とんでもないと。というようなタブがあるんですよ、実際は。で、まあ、そういう点では、日本人がないんだけども、で、まあ、それ言うと、まあ、まあ、確かに日本人もね、シーに関するタブは絶望ではないんだけども、少ないんですね。で、私が伊藤先生の方についてですね、ちょっと一つこうちょっと若干考え方が違うんですよ。私まあ大学院の時ですね、70年の頃が歴史哲学をやってたんだけども、で西洋哲学をやり始めた70年の後期からですね、でそういえば80年代ほとんど仏教哲学しかやってないんだから、かなりね、こう年がね閉じ込めてですね、仏教関係の哲学とかをやってたんだけども、だから輪廻転生に関しては私ある程度は理解はしてんだけどね。で伊藤先生ってクリスチャンだから深さを信じるんだけどね、仏教のね輪廻転生っていうのは天教ですね、知りたいと。まあなぜかと、同じ、宗教でもね、あとはこう話しながら、私ある面では納得する、それはどういうことかと言います。つまりね、宗教というのは科学ではないんですよ、科学ではない。だから、宗教というのはね、心からのもので、科学のレベルで論じることはできないんですよ、実際は。だから、生とは何ぞや、死とは何ぞやっていうのはね、これ、どういう分野、医学的な分野で論じるかと、あるいは科学的分野で論じるかと、あるいは宗教的分野で論じるかというのは、その分野によって論じ方が違うだから、まあ、そういうところから結構ね仏教の倫理、倫理の考えと、キリスト教復活の考えっていうのは伊藤先生もやっぱり違う考え持ってるんだけどね。でその中で私がちょっと皆様の方に日常的言葉遣いですね、ちょっとこう、テストではないんだけど聞きたいのは、鈴木大拙 の日本的、これが皆様どういうふうに読むかということはちょっとこう手を挙げたいと。まずね、冷静と読む方はちょっと手を挙げてください。冷静、日本的冷静と読む方、何人ぐらいで、日本的冷静と読む方は手を挙げてください。日本的冷静、冷静になるんです。これね、私が徹底的に調べたんですよ、多少大学の論文の中でも、日本的霊場に関して、大体何を言いたいかということで、私がこう探ってみたんですよ。で、霊場、霊性と読むのは、大体高次元だけ、高次元だって、高次元だけ。だけが霊性でも、あとの国語辞典とかね、すべてのあれほとんどない、こう言葉として出てないですね、日本のすべての。 であとは最後にね、しょうがない、普通のね日常的な辞典がない、だからどういうところで正確の読み方を調べるかとか、哲学の辞典とかね、宗教辞典とかいろんなところを調べてみたら出てないんですよ。で、大体宗教とか思想的関係の読み方は霊場と読むなんですね。まあ私はしょうがないから日本的霊場と読むことにしたんだけどね、霊性は間違いではないでしょ。宮崎雅弘さんがこれどう読めばいいかと聞いた、彼も霊性と読むんだから、でいくら調べても出ないんですね、高次元しか出ない。だから
だから一般的に日本語用語として使われてないから、まあ、国境的読み方ではいいんじゃないと思うんだけども、そして日本的霊長に関して大体鈴木大ですのね、彼の主張によれば、要するにね、霊長というのはどういう意味のものであるかと言いますと、霊長という言葉は要するに宗教意識に近いもの、宗教意識に近いんだけども、まあそういう霊長というのは、彼が日本的霊長というのはいつ頃が生まれたかというの、彼の主張、これあくまでもね、鈴木の主張だけども、彼の主張によれば日本的霊長が生まれたのは鎌倉時代、鎌倉仏教の時代ですね。で、2つの、仏教の、ね、こう例えば皇太子の時代であろうと、斎藤太子の時代であろうというのは、ね、生まれなかったでしょ。で、日本人が初めてその自分、自民族の宗教意識が生まれたのは鎌倉時代の鎌倉時代の浄土宗、浄土真宗、ね、の考えと、あとはもう一つ、浄土真宗が一般的に庶民の考えから霊場生まれたんですね。で、もう一つが禅宗ですね。武士階級が、禅宗を学んで、で、霊場を生まれたと。で、私疑問を抱いているのはね、まあ今のとは論議はあったんだけども、私疑問を抱いている、じゃあ神道はどうかと。実際ですね、日本のね、古神道の方は確かに古神道を読む限りですね、日本的霊場が出てないことではないと思うんですね。まあ私個人の、理解としてが結びという考え方、いろんなこう古神道の考え方が あるんだけども、それで私ここで幻想したのはまあロシア的霊場もあるなんですね。ロシア人というのはああいうような厳しい社会の中で、そしてでしょ、共産主義革命でそれになっちゃって、またどうだろう、ロシアが復活したでしょ、ああいう厳しい環境の中でロシア人の受けたですね、精神的な衝撃っていうかな、これがロシア的霊場生まれた。特にロシア的霊場っていうのはどちらかというとね、キリスト教のね、下の正教会の方から生まれたロシア人。そうするとね、いや台湾的霊場というのはどういう生まれたかって、私がそこで思いついたのは李登輝の我の歩みの悟りの中から、その、鈴木玄秀の主張しているような霊場はどう生まれたかって私探りながら論文に書いたことがあるんですね。1万5000人くらいかな、つまり道具のテーマの名前っていうのは、鈴木大臣の日本的霊場をどう読解するかっていうことに対して取り替えたんですよ。で、そこでこうあまり、ね、私が詳しいことをこう話すことはできないんだけどね、生きがいと死に様については私実はですね、最近書いた地震関係のね、一番最後の章、二第五章の方に日本人のこう生き方と死に様についてね、ひどいところ、これね、やっぱしね、やっぱり日本人としてはそこまでですね、精神面では豊かな民族はないと思うんですね。やっぱり死と生というのは一種のこう文化と文明というのはどこから生まれたかと、死と生をゆっくり本当真剣に考えながら生まれたのは、こうその国なりの文明と文化だから、皆様がその面でもし興味があればもうちょっとですね、こう生と死を考えながら生まれた日本の文化文明に関して、もうちょっとこうもう一回ですね再考した方がいいんじゃないかと思いますが、詳しいことはね、私今日は時間の関係で、じゃあただ表定義、にとどまりたいんだけども、とかで、バーに関してはですね、もういい、もうちょっといい、10分ぐらい、5分ぐらい、5分、はい、話したいことはいっぱいあるんだけど、あとしょうがないから、日本帰ってからね、まだ6時間コーナーでよ、あのですね、
あのまずバーの哲学についてはこのバーの哲学っていうのは案外とねこれ世界で私ずっとですね非常に、ね、興味があってあのコースの、これ共通の試験見たのね西田哲学なんですよ。じゃあ西田哲学は果たして形状学的に何かっていうと実際はもうあのもう論争は終わりなんですよ。で私その中から例えば武藤先生があの西田哲学から受けてきたあの、影響に関してそして非常に面白いのはねその場の哲学を考える場合は日本人は案外と多い男性男女と多いなんですよ。だから日本人の精神面ではね大体どの民族もね空間で発想と時間発想は違うんですね。日本人なんか非常に独特であのだからあの李徳先生もその影響を受けてですね台湾人の中でバーの哲学を考えるのは少ないんですよ。だから皆様がもし非バリをたどろうとね李登輝の対談の中で李登輝があの、台湾人として生まれた悲しみに関して彼があの司馬遼太郎と話してたんですよ。でその後が台湾人として生まれた幸せという話もしたりで私は本人にねそのテーマがあの、噂によると奥さんの方があの考案したテーマだと、まあ、当時夫婦あの2人であの、若干の意見が違っていたんだけども私が李登輝の関するあの精神世界の本の中に非常に詳しくですねそのエピソードについてあの述べてたんですよ。であのもう一つ私強調したいのはねそのバーの哲学の中であのまずですねどこまで関連してるかってね例えば李登輝の全ての思想と哲学体系の中でそのバーの哲学があの考えてるのはその我と死生観とね超越いかに超越するかっていうことと弟子間も絡んでるんですよ。だからその関連性を皆様がもしあの、時間的とか空間的立場から考える場合はプロパーの哲学からそれを理解すると早いんじゃないかとそういうふうに思います。それであと2、3分ぐらいであの、こう結論を、したいんだけどもだいたい超越に関してはね昔の人間よう口にするんだけどねで私もねあのその前に大学の方で私の意見だけは違わないでしょ他の意見がちょっと違うのは大体大学が一つのこう傾向があってね要するに近代の超越から現代の超越をこう捉える場合は私ね超越よりもみんな前で私は放射線の方がいいと積み込むのがいいというのは超越よりも青ヘビよりも積み込むのがいいとでそういう発想はどういうところから来たかというと実際は公募対象で公開の、ね、重々心論から来たんですよ。みんな私どう見てもね気になる人間というのは大体思想の方でも人物に限らずですね思想の方でも魅力でさえでもその表正味事件というのは正味事件というのは短いなんですね。だからそういうようないかにクリアするかということで皆さんはもしですね空海の工場体制を重心の人ならねあれほど素晴らしいものはね日本人として非常に見やすいですよ。あれ天才的な工場体制だからできることだってね私がね彼の重心のとヘーゲルのね精神現象学と比べたらむしろ皇后大使の重心の上なんですよ。彼は全てその後のね全ての思想とそれ主義思想というのは全部自分の重心なの心を果てに何回も吸収して彼の独自の、宗教体系というよりも哲学体系にあれ何ていうか取り入れたんですよ。だからそこから私はね例えば台湾的令状から考える場合はあるいは台湾が今目前抱えている危機と台湾のこれからの可能性を探る場合は一体どうすればいいか、皆さんごめんなさい、ここね、2つのね、この、デジメというのは、日本、この日本が台湾に来てから慌ててこう作ったもので、その、意味が、そうあれです、6話の後ろ、あの字が間違ってるということと、そして4番目の上越の方の、ごめんなさい、上越の方のね、ごめんな、上越のバーの方の、4番目の方の可能性を探るんじゃないですか、可能性を探るというところをちょっと直してください。あと最終的に、李登輝先生の、弟子会の国家観について、どういうふうに、考えているかというのを皆さんの最後として紹介したいと思います。戦後、日本人の、弟子会については、主に一番大きく影響しているのはどういう歴史観かと言いますとね、
いわゆるコミュニテル士官と東京サル士官で、今現これあくまで過去形です。過去の弟子官で言ってる。今現在進行形っていうのは、ね、中華士官なんですね。今現在進行形で、李登輝の弟子官の中で、あるいは国家官の中でこういうようなあれ持ってるかというと持ってないんですね。彼あくまで戦前の旧制皇后時代の持ってるような歴史観だから、皆様がもしね彼のいろんな、著書の方からあるいはいろんな方からの談話の中から見れば、戦後のね日本の、ね、私さっき取り上げた3つの歴史観が持ってないですね。そして彼の持ってる日本文明観と中国文明観というのはどういうところから要はすぐ質問病前かという、例えば彼がなぜ奥の細道をどうしても歩き始めるかと、もうとにかくね、もう何十年もこう考えながら、ぜひ、まあ、とにかく奥の細道、なぜかというのを私が思ってきたことがあるんだけど、そのところから、あるいはなぜ沖縄を訪問したかという、彼の発言から、私、彼の持っている日本、文明館と中国文明館の違う、そして彼の持っている台湾史観というのは一つの結論として、彼はやっぱしですね、大体民主化運動というのは、民主化、彼の考えている民主化というのはね、やっぱり大多数の考えなんです。大多数で台湾住民というのは大多数は台湾人だから、やっぱり民主化イコール台湾ではないんです。だそういうところから彼 の, 台湾史観を、理解した方がいいんじゃないかと思いますが、さっきですね、こうご覧から見たらもう取り上げてですね、もう終わりだよというのは言われたんだけど、もし時間があればね、私そういう話はしたくてしょうがないんじゃなくてね、まあ、ぜひ皆様と一緒に考えながら、我々の国民の見えない精神面で、で李登輝一人の個人を通じて台湾人のそういう人間像っていうのは一体どういうものだったんですかね。こう表面的にこう日本ねあちこち日本じゃなくてごめんなさい、台湾のあちこち某高島まで行ってあちこち歩きながら見るのはね、目の見えるところです。だから目の見えないものは一体どういうものなのか、まあ、まずですねそういうところから人間のこう発言とか書いたものを一つずつ探りながら、もう一つですね、李登輝の台湾史観と国家観と歴史観を見てもらいたい。で最後の方に、まあ、一度結論が出たんだけども、最後の方にまた二つは私どうしてもやりたいの、実はねダビエルから大航海時代からここは約50、まあ、500年以上にわたってですね、私日本西洋人の書いた日本論について一人として、ね、ザビエルにしろ、テンバレにしろって、みんなね、ペンケルとか、なんかいろんな方を見てもね、やっぱり李登輝が超えてない、李登輝の日本の方が超えてないでしょ。だから、それを皆様と一緒に力を合わせてですね、もうちょっとこの日本のね、ここ数百年代に、ね、例えば南広島っていうのは、あれ、日本の中で、約500年の、ね、日本のこう、日本の明治時代以降の日本の、ね、文化人、取り上げてるんだ。で、例えば日本論に関しては、これね、李登輝を超えるものはいないんですよ。だから、その李登輝の日本論について、ぜひですね、日本人が、まあ、後から50年であろう、100年であろう、まあ、日本人の、日本論の中で取り上げなければならない。もっと、日本人の方に、台湾人の方からもそういうような日本論が、そこまで、知ってるということをね、取り上げたい。で、もう一つはね、李登輝先生の描いていた未来の世界像というのは数えてなんかいっぱいあるんですよね。それを我々の、勉強の一つの課題として、まあ私に限らず皆さんの力を合わせて、つまり李登輝の、見てきた日本と李登輝の描いていた未来、ね、次の世代が何を歌いたいかという世界像と未来像をぜひ我々の力を合わせて、これを一つの課題としてみんな一緒に勉強したいと思います、はい、皆さんご清聴ありがとうございます。高上先生に続きは茨城県支部の設立大会あるいは関西圏で一回やっていただければと思います、大阪あるいは岡山、きっと声をかけたら絶対来てくださると思います。どうもありがとうございました。じゃあお許しください。でありがとうございました。はい、じゃあお待ちください。